はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。珍しいピアノが入ってきましたよ。カワイの 502M っていうモデルなんですが、日本の正規のカタログには載ってなかったものだと思います。アメリカカワイで作られたものなんですね。カワイ楽器のアメリカ工場、まあ製造工程とかそのノウハウマニュアルは全部日本の作り方なんですが、作ってるおじさんたちが、お姉さんもいたかもしれませんが、アメリカ人が作ったというものですね。でそれが逆輸入で日本に入ってきて、日本仕様に、日本の気候に合わせた仕様にして日本に、送ってきたというモデルなので、非常に珍しい、なかなか見かけるものがないモデルですね。まあアメリカで人気の小型のスピネットタイプです。木目のね、めちゃくちゃおしゃれなデザインですよ。ちょっとご覧ください。こちらです。はい、いいでしょうね。なんか日本の職人が彫ったようなこういう足のね、デザインとか、この色合い、木目の色合い、これめっちゃいいですよ。家具、まあ向こうはね、ヨーロッパアメリカにしてももう家具の一部としてピアノを見てますから、そういう木目のね、黒いでっかいのじゃなくて小型の木目が多いんですが、こんな状態になりますね。すごくいいです、すごくいいね。ここの蓋のところはスライド式で、こういうふうにね、スライドして開け閉めするタイプですけどね、ここにかわいいって書いてますよね。で、見たところですね、ペダルめっちゃ綺麗なんですね。あんまり使用感がないというか、で製造年がちょっとはっきりわからないんですが、実はこれ椅子もあります。同じデザインのね、この椅子もありますが、ここに乗ってたですね、クロスがですね、これ平成になってから使われてた US6X とか、あの時代のクロスなんですよ。ここにこうあったんですね。これ卸業者から仕入れたんですが、昔のクロスはこういう、本当にいかにもフェルトっていうね、こういうクロスだったんですが、河合の場合は平成入ってからこのちょっとなんかこうしなっとしたこういうのに変わったということは、これがあったということは平成に入ってからの比較的新しい、モデルではなかろうかとね。 In USA って書いてますね、ね、ものなんですね。なので結構いいと思いますけどね。ちょっと音まだ聞いてないんですが、中を見ると製造番号は A4558 です。この A っていうのがアメリカの、暗号なんですね。あ、まあ、すぐわかりますけどね、A って書いて。で、502F というね、スタンプが押してあります。型番です。とにかくちっちゃいです。今ね、台車に乗ってるので、ちょっと大きく見えますが、めっちゃちっちゃいですよ。だからあんまりバカでかいピアノ嫌やな。例えば、ここのピアノにね、ここにあの、腰高の窓があると。あんまり大きいピアノだと窓を塞いでしまうから、まあ、小さめがいいかデジタルにしようかななんて言ってる人は、デジタルはやめてください。本物がいいですよ。いずれ必ず本物が欲しくなりますし、電気の音はね、正直言って飽きますから、誰が弾いても同じ音がしますからね。なのでそういう意味でも本物を弾いてほしいなと思いますね。音を聞いてください。いい音ですよ。ちょっと調律はめちゃくちゃ狂ってますが、タッチも軽快でめっちゃ弾きやすいですね。あ、低音いいですね、いいですね。これ以上弾くと耳が悪くなる人がいてはいけませんので、これぐらいにしておきますが、コロコロっとモーツァルト弾くのにもいいですね。デザインも良し、音色もしっかりとなってくれる。で、小型なので音量が大型ピアノに比べたら小さいので、まあ、少しね、少し小さいので、ご近所に気兼ねをする方とか、まあいろいろ、いろんな意味で、まあ何よりデザインがいいなと思った方、いいと思います。ご連絡くださいね。なかなか手に入らないモデルですよ。カワイの 502M だったと思います。覚えてない。502M のご紹介でした。それでは、さよなら。